あのね、昨今ね、あの悲しいニュースや、テロやなんちゃらや、ね、国内でもちょっとね、悲しいなんか出来事が続いておりまして、ちょっとあのなんか自分の中で心が動いたことで、ちょっとこの「商業無常」っていう文字を、書いてみて、まあ、自分にもね、ちょっとあの家庭とかでちょっと辛いことがあったりして、でそれもちょっとまあ乗り越えられつつあるような感じで、人の人生はなんか儚いっていうのは、まあ当たり前なんですけど、そういうのをやっぱ実感する年っていうか、なんかリアルに感じて、でちょっと平家物語ね、なので平家物語ちょっと冒頭を行かせていただいて、祇園精舎の鐘の声、